入られないよね。両方観光地になってますから。公園部やな、こっちな。わかります、それ。公園部でございます。ハザーポールかな、それ。あ、北川郷残ってんだ。こちらはみんなもう畑になってるね。これ一回回ったな、以前に。なんか住宅街の中行って池の横を回ってて感じだったな、これ。回りました、これ。すごい時間かかりました、ここ。そこからいる、あ、入られへんのか、あれ。え、入られんな。うわ、なんか入るせよ、あれ。階段の下ってわかんねえやろな。高さやね、かなり。看板も何にもないんやけど、これ確認取れんかね、向こうまでね。確認がよ、見えんから。あー、チラチラ見えるけど、ちょっと木が邪魔だって見えんな。こっちはね、向こうがこの池です。ほら、やっと見えてきました。これ広いね、この池。100メートル以上あるかね、そこまでね。じゃあ、これは古墳でございます。全長200メートルの。新木山古墳と読むんかな。だけど全くあれがないんだけど、看板が。ああ、こうやって見たら大きいね。見えるかな、あのとこ。完全な池でございます。あれ、右と左と、あれ、古墳かな。看板が全くなかったね、これ。残念。あー、見えない。200メートル、確認取られ。これね、なんか海の山で、これ、無理やな、これ。いや、入られねえな。もう、ここは、こっちは畑なんでね、ゴーがなくて。ほら、畑なんてね、ほら。いやいや、これ、古墳広いぞ、これ。これ見えんけどさ。これは宮内庁で、これ、ああ、これ入られんかな、これ。鍵がかかってますな。うわあ。宮内庁なんてね、はい。いやー、ちょっとね、入ってみたいような感じするね、これね。ずっと行けるかもしれない、これ。残念やけどね、入ったらあかんって書いてあるね。はい。ふやろ。ね、こっちは、ここずっとね、入ってきてね。よく歩いてみましょうか。ここもと豪があったんだけどね、畑じゃなくて、ね、そのままだってね、埋めたままに。おぉ、すごいことになってんだか。木が大きくなってんで、なかなか中を見るようになってるやん。まあ、けれど、ここから右、見分からへんがね。あら、行かへん。残念や。畑でございます。
入られへんのかね。入られんな。これ全体見渡せばなくから。わあ。ずーっと。一応わかるけど、首の分わからへんな。畑が閉まってますよね。こういうのが普通は高いんだけどね、ここからはもう全然わからんね。こう見ます、見ます、ほら。これはわからんな、これ。こういうのがどこからこういうのかわからんな、これ。わからんね、これ。首が全然わからん。これ歩けたんだ。前回わからんと、あの道を歩いてたんやけどね。これ見るから、随分あの、100円の連邦公園かな、これ。200メートルあったか、これ。あるでしょうね、200メートルでいいとね。畑になってますかね、片方はね。もう交錯してないな、これの方はな。はい、閉まってきました。なんで。